Peggy 7. ついに、ついにこの時がやってきました。世界一の栄冠を勝ち取るのは一体どちらなのか。行け翼、我々の大きな夢を乗せ世界の大空に羽ばたけ翼よ。翼、もらった。余裕だな。今のわしに近寄るんじゃねえ。しまった。オフラン、よし、カミソリパスタ行くぞ。タケシ、ヒラカさん、ハイネ、行け。俺たちの空中技、ここだ。ナイスだ。ここからだ。全力で行くぞ。みんな、この調子で行くぞ。行こう、みんな。俺たちの夢、全国制覇 V3 の夢に向かって。翼、約束通り応援に来たぜ。お前が大空翼か。この試合、お前に活躍はさせん。キルト、行け。森崎、さっきと逆だ。逆に飛べ。何？俺は翼、一人でも高く飛ぶんだ。このままじゃ頭を。少しぐらい骨のあるところを見せてくれんと、何のためにわざわざ九州から出てきたかわからんたい。どうした翼。俺のドライブシュート、まず初めに食らうのは君たちだ。な、何？中盤を制する者が試合を制する。このチャンスに全てをかける。何？ダメだ、ロベルト。お前は本当にここまでなのか翼。行くぞ翼、最後の勝負だ。もうダメだと思った瞬間、ヒューガ君は俺にタイガーショットを打って俺を目覚めさせてくれた。俺はまだ終われないんだ。必見。何？どうしたら俺は翼に追いつける。ヒューガ君、これだ。これが翼のサッカー。何？いや、これが本当のサッカーだ。決めさせるか。見たか、これが俺の力だ。なんだって、フランス国際ジュニアユース大会が中止。大変だ。日本サッカーの成長にとって、このチャンスを逃すことは絶対にできません。そうだ、あいつをチームに入れたらどうだろう。改めて、俺がサッカー部キャプテンの松山だ。何があっても絶対に全勝したいからな。一言ではなかなか言いにくいかな。プレイするのはお前一人じゃない、みんながいるんだ。こんな遅くまで。君ならば、僕が試合に出ていない間、武蔵中の選手たちを引っ張っていける。俺たちが最強だって分からせてやるからな。まさか本気でタックルに行くなんて。キャプテンの怪我が悪化したらどうするんだ。サッカーに年齢は関係ねえ。いいか、絶対に誰にも言うなよ。やった、本間さん、ナイスパス、もらった。よし、行くぞ。よし、今だ。それ、俺たちの力を見ろ。その傲慢なまでの自信、まさに俺が求めていたライバルだ。そして新たなる大会へ向けての準備は着々と進行していた。やってきたぜ、アメリカ。俺も早く自分の力が試してみたい。アメリカで行われる新たなる世界大会、ジュニアユースワールドチャレンジ。それ、君のドライブシュート、打ってきたまえ。どんなシュートであろうと、
俺の黄金の右腕で止める。今日は勉強させてもらいます。勉強なんてそんな。だから僕がみんなの良さを引き出せれば間違いなく勝てるんだよ。俺たちが必ずお前を輝かせるからな。サッカーは格闘技だぜ。思い知ったか日本、弱っちいお前たちじゃ俺を止めるなんて無理なんだよ。はあ、こんなもんか翼。怪我だけはさせないでくれよ。俺たちのことを舐め切ってる。今こそサッカーの母国の誇りを、俺たちの力を見せる時が来た。俺たちのスピードについてこられるかな。勝ちたきゃ俺にボールを集めな。ついてこられなさそうだな。ヒャッホー。フランスで行われるはずだった国際ジュニアユース大会、それを奪われた屈辱を晴らすためにな。今だみんな、制服だ。行くぞナポレオン。ああ、目指すは塔の頂上だ。カールはもう一人前の男だ。大丈夫さ。ミラ、任せたぞ。うん、みんな行くぞ。チーム全員で世界一を勝ち取るんだ。俺も今日は人生最高にマジで行きますよ。俺とシュナイダーさんでドイツを世界一に導きましょう。若林、ハンブルクでチームメイトだったお前とついに対決する時が来たな。容赦はしないぞ日本。これが二人の力だ。いっけー。